調査が。え、重いなお前。このいいかっと。何してんのよあんたは。先輩。いやいや。どう？気分少しは落ち着いた？そう。なら治療の必要はないわね。あとは体力と一緒に回復するだろうから、おとなしくしていなさい。あの子、自分に攻撃したのよ。父さか。何？聞きたいことがある。でしょうね。いいわ、話してあげる。隠していても仕方がないし、もうその意味もなくなったし、聞きたいのは桜のこと？発端は随分前よ。魔刀の血が薄れ出して、生まれて、もともと魔刀はよその魔術師だから、日本の土が合わなかったんでしょう。この町に根を下ろしてから魔刀の衰退が始まって、今代の後継者である神事になって、ついに魔術回路そのものが消え失せた。魔刀の歴史はそれで終わったのよ。魔刀が追い求めたものを継承するだけなら弟子でも何でも取ればよかったけど、魔刀は名門だし外部からの受け入れ、結果生まれてくる跡継ぎの魔力は、そうなってから弟子を取ろうとしたけど落ちぶれた名門に来る魔術師はいなかったわ。けどそれで諦められるような人たちじゃなかったのね。死んで、エミヤ君のところは特殊だから知らないだろうけど、魔術師の家系は一子相伝なの。もし兄弟だったらどちらか。父さか。そう、私一つ下の妹がいたの。衰退した魔刀には養子を取るあてなんかないでしょ。そうなった魔刀が古くから盟約を結んでいた父さかを頼りにするのは道理よね。父さんがどっちを後継者にするつもりだったかはわからない。ただ私、それが11年前の、それ以来あの子とはまともに会えなかった。魔刀との取り決めでね。そうか、それじゃあ実の姉妹よ。まあ一度もそんな風に呼び合ったことはないけどね。このまま桜が治らないのなら敵として処理するだけよ。無差別に人を襲う魔術師なんて放っておけるわけがないでしょう。何言ってやがるお前。桜は、桜は魔刀の娘よ。父さか、お前仮にあなたの言う通り肉親として関係があるとしても結果は変わらない。それN
何をしている。手術は済んだが、患者は未だ危険な状態だ。騒ぐのなら外でするがいい。キレイ、サクラ。まったく、いがみ合っているのか息が合っているのか。そんなのあんたの勘違いよ。そうか。では座れ。簡単に説明すれば、マトウサクラの体内には虫が混入している。この虫は刻印虫と呼ばれるものだ。知らないか。ま、宿主から魔力を食い、活動を続けるだけの使いまでな。宿主の存命を発信するだけの。造形はそれでさ。おや、刻印中の主が的を造形だと。悪いけど、今はあんたの長話に付き合ってる気分じゃないの。なるほど、それは確かに。的を信じでは刻印中は扱えん。でしょ。いいから結論を言ってさ。気が早いな、リン。お前は彼女の容態を。さて、どうする、エミ。いや、順序立てて説明してくれ、コトミネ。では続きだ。先ほど説明した刻印中だがな、これが的を桜の神経を蝕んでいるのだ。11年間、的を桜の体内で育てられた結果だろう。刻印中は、魔術回路に似た神経となり、本来の神経と絡み合いながら、全身に行き渡っている。この刻印中から魔術刻印と化したものは、通常停止しており、的を桜には何の影響も及ぼさない。だが、ひとたび作動すれば、的を桜の神経を侵し、その魔力を糧に動き続ける。先ほどの状態はそれだ。体内に刻印中が徘徊し、生命力たる魔力を奪っていった。あの状態が半日も続けば、的を桜は死んでいただろう。動力である魔力を吸い尽くした刻印中は、さらなる栄養として、的を桜自身を狙う。魔力を空にされた的を桜は、次にその体を虫に奪われるということだ。その痛みがどれほどであるかは、魔術刻印を持つお前ならばわかるだろう。人体は爪の先ほどの異物が混入しただけで不快感を訴え、時に生命活動そのものに支障をきたす。神経の至るところに違う神経が混ざり、それが動き出す不快感など、吐き気だけで死に至るほどだろうな。その点で言えば、先ほどまで的を桜の意識があったのは驚きだ。的を桜は意志が強いのか、それとも刻印中の発動に慣れているのか。待って、作動すればって。かけられた薬物は刻印中を目覚めさせるだけのものだ。刻印中は監視薬に過ぎない。あれは宿主である的を桜がある条件を破った時のみ、制裁として活動を開始する。それは、どんな。的を桜が倒れ、凛はそれを救おうとした。ならば条件は明白だ。マスターとしての戦いを放棄すること。それが刻印中の制約だろう。今までは的を信じにライダーを預けることで戦いに賛同していたが、それを拒否した今、刻印中は的を桜を攻め続ける。何をしている。マスターならば早く殺し合え、できぬのならばお前を食い殺すとな。それが桜に貸す。そのようだな。ならマスターで亡くなればいいんじゃないのか。
レイジを使い切ってサーヴァントと契約を。それは進めらん。言っただろ、刻印中が初、自らの手でライダーとの契約を立てば刻印。そう、戦って生き残るか、戦わずに刻印中に殺されるか。そうなるな。聖杯戦争が続く。この状態が続けば、肉体はもちろんのこと、マトウ・サクラの精神が持つまい。それが正気の沙汰ではないと。そうね、もう馴染んだはずなのに、定期的に腕ごとどうにかしたくなるし、左腕だけの私がこれなんだから、全身に刻印なんかあったら人間としての機能が侵食される。そんなの魔術師じゃなくて魔術回路の塊よ、人間。今の状態があと何日持つかは分からんが、日が経つにつれ刻印中の侵食は進む。それが全身に行き渡る前に排除できなければ、私が行ったことは先、失われた魔力と精神を呼び戻す手術はこれからだが、話はそれだ。結論を言えば、このままではマトウ・サクラは助か。排除は、そうだ、異物が混ざってるって分かってるなら取り除けるはずだろ。摘出は難しいな。すでに刻印中は魔術回路と。そうだな、それでも摘出。大体事情は分かったわ。けどいきなりすぎない？刻印中を植え付けられたのは昨日今日じゃないはずよ。なのに突然。何を今さら。マトウ・サクラの体に刻印中が与えられたのは何年も前だ。目も髪も東坂のものでなくなるほど初期に手を加えられたのだぞ。変調は昨日今日始まったものではない。ま、それも今回のように破滅を。マトウ造剣は今回の戦いでマトウ・サクラを使う気はなかったらしい。何しろ戦闘用に調整されていない。予期せぬ条件ね。それがなんだかわからないけど、昨日今日で突然サクラは。だろうな。マトウ造剣ではなくマトウ。だがそれは一要因に過ぎ、あの娘はサーヴァントを行使することで魔力を常に消費するようになった。そうか、マスターとして戦えなんて状けど、ならライダーさえ使わなければ魔力は失われないんだから。ああ、もっとも、あの老人がこのままマトウ・サクラを放置するとは思えんが。でしょうね。そうでもなけ、戦わなければ体を乗っ取られ、戦えば魔力を消費して、やっぱりあの子の体は削られていく。いえ、それだけじゃない。刻印中を与えた塔の造形。サクラ、結局サクラの命は造剣に。けどエミエ君、造剣を倒すのなら先にサクラを倒すしかないわ。あの子は造剣の操り人形。当然そういうことだ。造剣にとってマト、実際マスターとしての能力は彼女の方が上だ。あれは虫どもにせかされ。だが私もマトウ・サクラの手術は引き続き行う。今はかけられた薬物を洗浄して、ま、絶望的だが努力はする。このままマトウ・サクラを死なせることはできない。神父が奇跡にのみ。どういう風の吹き回し？あんたが他人にそこまで肩入れするなんて初めて見たわ。気まぐれではない。死なすには惜しいだけだ。もっともお前たちにとってはここで一人減った方がいいのだろうがな。任せたわ。手術が済んだ頃に来るから。何をしている？お前がここに残ったところで役には立たん。邪魔をされても困る。邪魔なんてするか。この手術に関してはあんたを信頼してる。以前も女の人を治療してくれただろう、あんたは。
あの時とは史実の規模が段違いなの。マトウ・サクラは自らを撃つことで暴走を止めた。おそらくお前を傷つけたことで、自家中毒を起こしたのだろう。これから行う手術は、停止した心臓をもう一度動かすことに等しい。もっとも、刻印だが、そこにお前がいては迷惑だ。マトウ・サクラの苦悶を聞きつけて、他人。マトウ・サクラに同情するなと言っているのだ。お前にできることなどない。リンがそうしたように、お前も早々に立ち去るがいい。なんでだよ。何もできないなら、せめて、ここで桜の無事を祈っちゃいけないのか。それは罪だ。お前に的を桜の痛みを共有する資格はない。わからないのか。私はお前がここにいては、手術が失敗すると言っているのだ。今の的を桜にとって、エミやシローは外敵でしかない。マトウ・サクラはお前に対して罪の意識を持っている。お前がそばにいては、目覚めを拒否しかねない。俺に対して、罪の意識。そうだ。罪の意識というよりは、懺悔だがな。